お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。狼。ご無事で何より。フクロウは切りました。すまぬ。クロウ様、すまぬ。なすべきことをなしたのです。オオカミ、ありがとう。父がこれを持っていました。これは常桜の枝か。そうか、フクロウが持っていたのか。はい、これでまた一つ源の甲に近づきました。ああそうだな、狼よ。戻ったか、狼よ。はい、九郎様に預かり物がございます。預かり物？これを。これは米か。はい、先方寺の巫女が九郎様にと。そうか、それはありがたい。良き米と見える。実にツヤツヤしておる。噛むとはもうございます。噛む？狼よ、米は炊いて食べた方がうまいぞ。は、そなた、甘いものは好きか。何でも食べまする。ならば嫌いではないのだな。よし、そなたに良いものを作ってやろう。良いものとは？それはお楽しみじゃ。待っておったぞ、狼よ。さあ、手を出すがよい。は。これは。おはぎじゃ。先方寺の巫女殿にいただいたお米でこさえたのだぞ。さあ、遠慮はいらぬ、食うてみよ。そうであろう、そうであろう。狼よ、私のおはぎはどうじゃった？うもうございました。であろう。幼き頃から菓子を作るのが好きでな、平田のお屋敷でもよく炊事場に入り込んでいたものだ。いずれいとまができたら茶屋でも開くかのう。
巫女にお米を渡していただけましたか？ああ、もらった米を巫女様がおはぎにしてくださった。まあ、流飲の巫女がご自身でそのようなことを。とても張り切っておられた。そしてとてもうまかったそれはよかったです。ああ、そうか、流飲の巫女もまた人なのですね。なんとは当たり前のことか。不死立ちもきっとゆえに迷い、それでも選ばれたのでしょうね。巫女の忍びを一つ聞きたいのですが。なんだ。巫女様の名は何と。九郎様だ。九郎様、とても良い響き。いつかお会いしたいものです。私はあの方たちを失いたくないけれど、流飲をお返しする道、それを選べば皆と別れることになるかもしれません。そう言ってくれるのですね。いいえ、皆、あのお方は本当にお優しいのですよ。これを渡してくださったのも。おい、巫女の忍び、いらしていたのですね。おかげで友達と深く語らうことができました。墓地の巫女たちか。はい、それで、あなたにお伝えしたいことがあります。流飲を断つのではなく、あるべき場所にお返しする道について。流飲を返す。そうです。流飲は故郷を放たれ、この日の元に流れ着いたもの。あるべきではない場所にあるべきではないものがある。故に我らのような歪んだ命を生み出そうとする者が絶えぬのでしょう。流飲や流飲に連なる我らはきっと帰るべきなのです。西へ、神なる竜の故郷へと。ただいかにしてたどり着くか、それがまだわかりません。定かなことを知る者は。先方商人ならば、あるいは。それは誰だ。この先方寺の開祖です。弱いは果たしていいかほどか。体内くぐりのうちにこもっています。巫女の忍びよ。なんだこれは。不死立ちとはまた異なる道、ゆえに無理にとは申しません。もし流飲を返す道を望まれるならば、先方商人よりその術を聞き出していただけぬでしょうか。考えておこう。
巫女の忍びよ。もしや先方商人と会ってきていただけたのですか。死んでいた。先方商人は虫付き。何故そのようなことが。だが書が残っていた。これを拝見します。なるほど。蛇書きというものを二つ喰らえば流飲の巫女を治めるゆりかごとなれる。そうすれば流飲を故郷にお返しすることができる。私がそのゆりかご、私がなりましょう。お主しかと読んだのだな。もちろんです。私は落ちの巫女のただ一人の生き残り。生中には死にませぬ。巫女の忍びよ、流飲を返す道を望まれるならば二つの蛇書きをお持ちください。心当たりはあるのか。おそらくは大蛇より取れる肝かと。柿のように赤く染まっていると言います。巫女の忍びよ、二つの蛇書きを手に入れられたのですか。ああ、手に入れた。この赤き様、確かに柿とはよく申したものですね。まことに食らうのか。もちろんです。そうすれば我が体は流飲をお返しするためのゆりかごとなりましょう。ただあなたの前でそれをするのははばかられます。時を置いてまたおいでください。シャキッとせねば。狼よ、私の方も調べが進んだぞ。きっとこれが最後に必要な香の材料だろう。それは流飲の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流飲の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。タケル様が故郷より持ってこられた床桜、その枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、
ほんの少し眉間のシワが薄くなったように思います、九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おう、どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったといいます。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。御意。主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば竜院の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。巫女様、源の香の花手に入れました。おお、やはり落ち谷に咲いていたか。はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた、狼よ。巫女様、香の材料を手に入れました。おお、それが源の香の石か。妙な形をしておるな。やはり祀られておりました。そうか、タケル様の記されていた通りだったな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ立て祀る、そう書かれておりました。腰入れ。それはどのようなところじゃ。岩戸の奥の洞窟です。そのようなところから腰に乗りどこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の香気をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。
狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何か分かったか。不思議ならば叶うと。そうか、不思議ならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。これで功の材料は全てであろう。狼よ、功を託とし。よ、御意。巫女様。狼、不思議よ。案ずるな、深くは切らぬ。不思議を抜いてくれぬか。はい。すまぬが目を閉じてくれ。は。もう良いぞ、狼。大事ありませぬか。大丈夫、胸のあたりを少し切っただけだ。これが源の好機か。何やら無性に懐かしい。はい。どうじゃ、何か変わったことはあるか。匂いと、それから源の宮、その言葉が頭から離れませぬ。源の宮、タケル様が書き残されていた通り、そこから戦況に通じているのだろうな。その源の宮への行き方だが。かぐわしく腰入れ立てまつる、香りの石が置かれた祭壇にそう書かれていました。うん、そなたは源の好機をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。不死立ちは間近。頼むぞ、狼よ。御意。ですか。お主、目が。やはりいらしてくださったのですね、巫女の忍びよ。私はゆりかごとなれたようです。手を取っていただけますか。ああ、これは。ひんやりと氷室のようでございましょう。ほら、私の涙もこぼれ落ちる間にいてついてしまう。この氷涙をお授けしましょう。
り涙か。もしや。はい、おそらくは。冷たい竜の涙が刺すのは、竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことがかなうでしょう。巫女の忍びよ、私にできることならばお任せください。なんだ。お手を。ああ、白金の包丁を。これは冷たい。凍えたこの体がお米を冷たく輝かせるのでしょう。まるでささめ雪だ。確かに。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ、ささめ雪をどうぞ。いただこう。お米は大事。きっとまたいただきにいらしてください。竜印を返すことを望まれるならば、竜の涙とともにお渡しした氷涙を九郎様に飲んでいただけばよいでしょう。巫女の忍びよ、竜の涙をどうかお探しください。巫女の忍びよ、きっとまたいらしてください。何にやられた。おお、ザル。首が。